こんにちは。今日から YouTube 活動をしたいと思います。緊張するなこれ。よし、で何をしようかな。1回目だから何がしたいかな、何をすればいいのかなって考えたんですけど、これやってないなって思って、みんなフィジーカレーを語るっていう、 e-girls の自分の好きな人なんですけど、誰も彼に語ってねえと思って、なんで今日は彼について熱く語りたいと思います。まず好きになったきっかけですね。いきなり話入っちゃうんですけど、まずなんで好きになったかっていうと、あの藤井カレンちゃんをね、最初にお姉ちゃんが好きだったの。藤井週刊好きで、最初そのもなんでってなっちゃうんですけど、小6か中1の時に山手線かな、あれ小6か中1の時に山手線を乗ってたんだよね。その時に代々木から乗ってきたんで、俺が乗ってる電車に中華ちゃんが。でその時別にイーガルズの存在とか知らなくて、まあ知ってたんだけど、まあそんな興味なくて、で代々木から綺麗な人乗ってきたなって思って隣に座ったんだよね。なんか見たことあるなって思って、でも次の代々木の次はどこか分かんないけど、忘れたけど、次の駅で降りちゃったんだけど、すぐに。で、よう考えたら、あれ藤井秀華じゃないって思って、調べたの。もう、もろその人だったの。調べた時に。もろ秀華ちゃんで、うわぁ、こんな、まあ、芸能人だから、可愛いのはそうなんだけど、やっぱ生で 見ると、やっぱ、好きになっちゃうんだよね。そっから、秀華ちゃんが、属してるグループっていうのはどんなグループなんだろうなって思って調べて、まあその LDH っていうエグザイル系のグループだったっていうことが判明して好きになったんだよね。そのグループを週刊初で、中学校の時は歌とか聴いてて、で高校は寮入ってたんだけど、あ実はその3年間野球部で寮入ってたんだけど、その寮でなんか CD とかアルバムを発売するたんびに買ってたの。ネットで特典とかついてて、あのポスターとか欲しいから、 A タイプ B タイプみたいなのあったんだけど、どっちも欲しかったから2枚買ったりとかしてたんだけど、まあそのまま秀華が一番好きで、だけど待って、可愛い子がもう一人いると。まあみんな可愛いんだけど、それが今一番好きなカレンちゃんだったんだけどね。でまあそれも調べていくうちに姉妹だったっていうことで気づいて、秀華とカレンが、うわすっげえ姉妹がいるんだなっていう時に、その時初めて分かって、まあ結局そのカレンも好きになって、イーガルズ自体がもう全部好きになって、アンナちゃんとかも好きで、まあ、とりあえずそのカレンちゃんとシュイカちゃんとアンナちゃんが好きになって、この3人の A タイプ B タイプの CD 買ったら得点がついてくるんで、6枚買えば3人の A タイプ B タイプが手に入る。だからそのゴーゴーレッツゴーっていうシングルがあったんだけど、それを買えばちっちゃいカードがもらえるみたいな。それも全部今考えたらバカだけど、まあ一人で絞れよって感じなんだけど、まあ好きだったから全部買ったりとかして6枚すっごい月が止まんなくなっちゃって、まあでもまあ一応その時まだ秀華ちゃんの方が好きなんだけど、一昨年とかかな、まあそういうことがあったじゃない。 E-girls の秀華ちゃんは芸能界を辞めると、一番高校生かなその時あったんだけど、もうすっごいショックで、なんか病気持ってたのかな、腰のだったんだっけなって思うんだけど、しょうがないなって思いつつもショック受けてたのめっちゃ覚えてるんだけど、まあそれで秀華ちゃんが見れない、乗り移ったっていう言い方じゃちょっとおかしいかな、変かな、悪いけど、まあそれでカレンちゃんを押すようになって、でカレンちゃんが好きになって、もうかれこれ何年わかんないの、わかんないけど、まあ話下手くそだな俺。で結論から言うと、一番そう今日お昼、まあ、運転する仕事やってるんだけど、目黒川を通ったので右折しようと思って、だけど後ろから歩行者が来ててパッて、まあ、見たんだよね。そしたらピンクの帽子かぶっててマスクしてて、まあ、ピンクの帽子で深くかぶってたんだけど、でなんかめっちゃ綺麗そうな人いるなと思ってパーッて見てたら、横から見てたんだけど、もうカレンなんだよ、どっからどう見ても。
えって思ってこうやって目で追っかけて、さすがになーって思って、まあすぐそこに納品先があったから、まあとりあえず行こうと思って、で納品した後にすぐもう一回戻ろうと思って、確かめたいじゃん本人かどうかって思って行ったんだよね。納品した後にもう一回いなくて、でもあれは絶対にカレンだと一回見たもん俺で、かわいい、かわいいっていうのを今日お伝えしたかったっていう動画でした。ありがとうございます。